ね、はい、それではプチご報告的なのがあるんですよね。はい、何ですかそれは。次の佐藤ファミリーの挑戦として、はい、英語を喋れるようになろうと思います。はい。実はこの沖縄移住もだいたい2年ぐらいかけて準備とかね、準備とかしてました、うん、なのでなんかこの2年っていうのが私たち結構、まあ、無理なくね、無理なくやっぱいいスパンとしてね、うん、今回も2年かけて日常会話できるぐらいまで、英語力を伸ばしていこうと考えてます。はい。そこでなぜ英語を話せるようになりたいかっていうところなんじゃないですか。はい、まず一つは沖縄に来て外国の方と接することがやっぱ本当に増えて、でもアプリがないとコミュニケーション取れないんです。それがすごく悔しくて。アプリではあんま取れなかったんで。そうなのかね、正確には。これ私が喋れればな、聞き取れればなっていうやっぱ悔しい思いっていうのと、やっぱこう公演とかでね、言葉が通じないだけでで終わっちゃう。本当それだけなんですよ、きっかけは。今まで英語を喋りたいな、勉強したいなっていう機会はあって、教材買ってはやっぱ挫折を繰り返してたので、沖縄移住っていう目標も私たちの中では達成したので、次のステップとして私とおてんがメインで学びます。親子で英会話を学ぶ。僕は、え、私たちはどっちも純日本人で、しかも留学経験もないんですよ。喋れませんここからね、どこまで行けるのか見守っていただけたらなと思います。はい。2年後オーストラリアに、プチまあ滞在を考えてます。はい、目標としては。オーストラリアに行くのは、うん、やっぱファミリーでなんですよね。私とおてんで親子で行きます。はい。この話もあゆみがこう他の人に話してるのを聞いて俺はその場で知ったっていうね、うん、はい、相談とかありません。いません。英語喋れたらいいなって、ベース基地とかあってね、海外の方見かけることがあるから、フランクにね、はーいみたいな話したらかっこいいなと思うんですけど、飛行機が嫌なのと、やっぱ食とか、俺はやっぱ日本で日本を守りたいと思ってます。でなぜオーストラリアなのかっていうと、オーストラリアに私たちのいとこが住んでて、その親戚にも会いたいっていうのと、現地でね使ってより身につけたいっていう気持ちもあり、知らないねところに親子留学っていうよりはやっぱ行きやすい、安心と安全のね、そうありっていうので2年後をめどに考えてます。はい。僕もその期間は沖縄で一人暮らしになるので皆さんよろしくお願いしますまだちょっと先ではありますけれども、私たちの、まあ、英語のレベルを、俺が喋ったのを英語でこう喋ってみるとかね、日本語英語で返してくるとか、それも訳すとか、ちょっとまあそんなのができるようになるかな。頑張る。まあ YouTube でも決意表明って感じかな。もうやりますって言っちゃってるからね。そうなの、そうなの。はい。はい。私たちの2年間の計画としては、今月からマンツーマンの英会話の教室に親子で通うことにしました。うん、週1回。親子なんですけど、うん、この後様子を見てもらえればわかると思うんですけど、遊びに行ってるようなもんだよね。そう、まあ、私メインにはなるけど、楽しんでほしいのが一番なので、お手にはね、お手を喋れたらかっこいい。かっこいいよね。これもそのゆくゆくは喋れたらいいなって感じですね。小学校くらいになったら、なので結構英語で私たちが喋って、聞こえてないから大丈夫だよみたいな、そのために習うならということで、はい、頑張ります。シャワー、はい、朝一パズル、すごいね。
おこ、ちょっと。保育園行こう。はい、ここからは私のリセットの時間です。だいたい30分くらいで、洗濯、掃除、片付け、これをパパッとやっちゃいます。これだけで汗だくです。はい、こんな感じでね、今9時、仕事スタートになります。だいたい朝はこんな感じで、ここから、まあ、お昼までずっと、まあ、ソファーいるか、たまにやっぱり座りっぱなしきついので立ってお仕事したりするんですけど、大体は iPad と携帯で、お仕事をしてます。この状態ですね。ドラゴンフルーツ赤、安くないですか。これで200円ぐらい、これも200円ぐらいだったかな。結構ウルマルシェに買い出し行くことが多くてめっちゃ安いですよ。これで93円、まあ100円、税込み100円。このみかんもこれで300円ぐらいだったかな。お店がね、柑橘系みかんとかグレープフルーツとか大好きなので、みかんも大量に、宮崎産だったかな、九州産のものがやっぱ沖縄多くて、東北にいたらなかなか九州産の食べ物食べる機会がなかったので、なんかもう九州産のものが並んでるだけで結構テンション上がります。歯磨き粉はこれです。シャボン玉石鹸の歯磨き粉、いつもねこれです。なんかお口にも優しいっていうので使ってます。すごい綺麗。今からお天のお迎えに行ってきます。そして今日はそのまま、私とお天2人で今日から英会話がスタートするので、ちょっと頑張ってこようと思います。はい、おかえり。今から英語の先生のとこ行くよ。 D 先生のとこ行く人。はい、はい、よし。こんにちは、よろしくお願いします。今日はダグラス先生です。よろしくお願いします。 Nice to meet you. お願いします。どこに行く。どこ行けないよ。Hello. Eat dinner, take a bath, read a book. We need to go home, eat dinner. Dinner. Take a bath.黄色がいいの？黄色大好き？黄色は英語で Yellow! Good job! ありがとうございました。 You are very welcome! Shake hands! Shake hands! Okay, good job! Good job! では先生ありがとうございました。またお願いします。これね、この前パパが珍しくビール買ってくれて、ちょっと飲んでみようと思います。オリオンのね、ラボビールです。何してんの。ドラゴンフルーツ食べたからね、舌が真っ赤かなった。赤。 D 先生に教えてもらった消防車は英語でfireworks fire 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 fireworks